はい、どうも、銀杏と申します。京都花の密室殺人事件。今回で6回目です。では、続きから始めていきます。おや、もう朝です。じゃあ、移動します。どこへ行きますか？カフェドミサ。カフェドミサです。お、キャサリンいないじゃない。いやあ、秋野さん、キャサリンはまだ来てませんよ。昨日遅くまで密室トリックを考えていたから、まだ寝てるんでしょう。話す。何を話しますか？ローズのこと。この浜口に話すの？秋野は浜口にローズのマスターから聞いたことを話した。じゃあ、その中年の男が沢田だとすれば、珠美は何を理由に沢田を脅していたのかな？株の話というのが気になりますね。株で失敗したんじゃないの？沢田さん。聞く。何を聞きますか？株のこと。僕はあまり株のこと知らないけれど、例えば株で失敗したとか。沢田の家には山村証券の人？あ、そういえばなんかそんな人来てたね。それならその人に聞いてみたら、山村証券はどこかって？さあ、あ、そうだ。前に、四条カラスまで山村ビルというのを見たことがあるけど、そのビルの中にあるんじゃないかな。四条カラスまで、ちょっと後でなんかテロップ入れとくね。聞きます。何を聞きますか？沢田のこと。さあ、僕はまだ会ったことがないので、何とも。移動します。どこに行きますか？山村ビル。山村証券のロビーです。カウンターに受付の人がいます。聞く。何を聞きますか？徳田のこと。徳田ですか。しばらくお待ちを。来た来た。お待たせしました。徳田ですが、株で徳田ってね。聞く。誰に聞きますか？徳田。何を聞きますか？徳田のこと。もし株をお求めでしたら、ぜひこの徳田にお任せください。聞く。なんか今、なにわ金融で思い出した。なんか校長先生がさ、株買って失敗してさ、自殺未遂するっていう、なにわ金融の話を思い出したよ。急に。聞きます。誰に聞きますか？徳田。何を聞きますか？沢田のこと。実は2月ほど前、沢田さんがお持ちになっていた株が暴落して、えらく損をされたんです。それまで調子よく行ってたので、つい危ない株に手を出されたんです。でも、その時に作った借金は返されたそうですよ。どうやって返したんでしょうね。まったくもう。聞く。誰に聞きますか？徳田。何を聞きますか？受付の姉ちゃん、すごい顎長いよね、ところで。借金について聞きます。さあ、相当あったでしょうね。聞きます。誰に聞きますか？徳田。何を聞きますか？気づいたこと。そういえば、一月くらい前でしたか、沢田さんの紹介とかで女の方が来られたんですが、沢田さんがいくらぐらい損をしたか、借金はどれくらいとか、そんな話ばかりを聞かれただけで帰ってしまいました。喋っちゃったの、徳田は。移動します。どこへ行きますか？府警本部に行きます。府警本部です。刈谷警部がいます。お話しします。何を話しますか？株のこと。秋野は刈谷に沢田が株で失敗したことを話した。なるほど、そうだったんですか。聞く。何を聞きますか？沢田のこと。今、沢田の家を調べてきたんです。沢田は京本流の運営を任されていたそうですが、経理面で不審なところがありました。京本流の運営資金から先月だけで数百万引き出されています。使途不明金だね。
家元は心当たりがないそうです。ひょっとすると沢田が自分のために使い込んだのかもしれません。そうなると沢田は株に失敗してこしらえた借金を支払うため、京本流の運営資金に手をつけたこということになりますね。これで横領罪が成立します。しかし問題の殺人事件とのつながりがどうもわかりませんな。聞きます。聞かない。話します。何を話しますか？ローズのこと。秋野は刈谷にローズのマスターの証言について話した。なるほど。玉美さんは沢田の使い込みを知ってそれをネタに脅しをかけた。しかし逆に消されてしまった。消されて沢田は静江さんに罪を着せるために愛子さんを殺した。三尾さんも静江さんが殺したように見せかけて。しかし三尾さんが殺された事件では沢田にはアリバイがありますが、電話のアリバイは成立しないって私は思ってるからね。移動します。どこへ行きますか？一回自分の部屋に戻ります。自分の部屋です。さあ考えよう。秋野は事件について考えた。沢田のアリバイをもう一度調べ直してみなくては。沢田が電話で話したのは2人。1人は友人の加藤、もう1人は3年度の主人。移動します。どこへ行きますか？三年坂。三年堂の前です。主人がいます。行きます。何を聞きますか？沢田のこと。この間電話でお話ししてから大手まへんな。聞きます。何を聞きますか？電話。6日の夜でしたな。昼に沢田さんが来はった時に、今夜夜8時に誰かが死ぬみたいな感じだね今夜夜8時に電話してくれと言わはったんです。かまいたちの夜かそれで8時ちょうどに電話してみたら、沢田さんは話し中で、今話し中だから後ですぐに電話しますと言わはったんです。5分くらい後で沢田さんから電話がかかりましたけど、あのキャッチフォン言うのは便利でんな、割り込んで話できるんですさかい。沢田さんとこには留守番電話まであるそうでんな。聞きます。何を聞きますか？気づいたこと。それがでんな、こっちがまだ誰とも言うてへんうちに電話を切らはったんで、ほんまに分かってんのやろか思ったんですわ。ん？どういうこと？後からちゃんと電話がかかってきよったさかい、よかったんですけど。んー、じゃあ、移動しようか。移動します。どこへ行きますか？加藤の家。下鴨の加藤の家です。まあ、立派な家だね。調べます。何を調べますか？この辺。なんか扉？扉調べようか。誰ですか？人の家でゴソゴソしてるのは。男の人が出てきました。何か用事ですか？あなた加藤ちゃん話します。何を話しますか？事件のこと。秋野は加藤に事件のことを話した。この人加藤さんか確認してないけど大丈夫？やっぱりそうなんですか。こないだも警察が沢田のことを聞きに来たんでね。この人は加藤さんで当てたっぽい。聞きます。何を聞きますか？沢田のこと。6日の夜沢田から電話ありましたよ。8時前くらいやったかな。聞きます。何を聞きますか？電話。大した用事ではなかったんですよ。10分ほど話していきましたね。途中割り込み電話があったかな。割り込み電話っていうフレーズ今全然聞かないよね。キャッチフォンも今ね、なんか携帯でオプションでって話されるけど、まあ電話より今 LINE しちゃうからいらないかな今はね聞きます。何を聞きますか？気づいたこと。そうだな、
あの割り込み電話の音がなんかおかしかったような気もするけど、割り込み電話の音はおかしい。どんな音かはさっぱりわからない。移動します。どこへ行きますか、カフェドミサに行きます。お、いるじゃん。イチローがいなくなっちゃったよ。カフェドミサです。キャサリンがいます。お話しします。何を話しますか。電話のこと。秋野は沢田のアリバイについて聞いてきたことをキャサリンに話した。キャッチオンと留守番電話聞きます。聞かない。キャサリンのアイコンを選びます。キャッチオンと留守番電話、その2つでアリバイトリックを作ることができるわ。聞く。何を聞きますか。トリック。まるっとお見通しだ。まず沢田が犯人だと考えると、6日の夜、沢田はどこから加藤という人のところへ電話をかけたのかしら。モダンハイツから。そうでしょうね。沢田は三つを殺してからそこの電話を取り、友人に電話をかける。家からかけているふりをして。それでは三年堂の主人はどこへ電話をかけたのかしら。沢田の家。そうね。でもそこには沢田はいない。では三年堂の主人が聞いた沢田の声は何だったのかしら。テープ。なんだこれ、混戦幽霊。テープです。そうね、あれは留守番電話で吹き込んだテープの声だったのよ。だから名前も聞かずにすぐ切れた。なんだこの絵。沢田は三年堂の主人が聞いた今話し中なので後で電話しますというセリフをあらかじめテープに録音しておいた。三年堂の主人は指定された8時に電話をかけてテープの声を聞いた。その頃沢田は友人に向かってはさも割り込み電話が入ったような演技をする。沢田は友人との電話を切ってから自宅へ電話してテープが回っていることを確認する。それから三年堂へ電話をかけた。こうすれば8時には沢田が自宅にいたように思わせることができるわ。これで沢田のアリバイは崩せるわね。あ、そうそう、例の密室トリックももうすぐ解けそうなの。明日には種明かしできそうよ。じゃ、今日はこれで。またいなくなってよ、勝手に。移動します。どこへ行きますか。自分のお部屋に行きます。自分の部屋です。ここもなんか音楽欲しいよね。推理します。秋野は事件について考えた。これで沢田のアリバイは崩せるぞ。もうすぐ事件は解決だ。これは電話か。電話が鳴っています。取ります。何を取りますか。電話。もしもし、秋野さん、小菊さんから電話があったわ。すぐに会ってお話ししたいって。私も今から行くわ。じゃあ。舞妓さんの子だよね。移動します。どこへ行きますか。美濃屋に行きます。美濃屋です。ああ、秋野さん、小菊が待ちかねておったんとすのに。どすのに。どうしたの。聞く。何を聞きますか。小菊のこと。小菊はお座敷のお声がかかってお茶屋さんの方に行ったんどす。お茶屋さんに行っちゃったんだ。移動します。どこへ行きますか。お茶屋。お茶屋です。お茶屋のおかみさんがいます。なんだこの曲。調べる。何を調べますか。あたり奥の方から三味線の音が聞こえてきます。これ三味線の音なの。聞く。何を聞きますか。急に人出てきた。小菊のこと。小菊ちゃんに何かご用事どすか。逆に呼ばれたんじゃ。聞く。何を聞きますか。お座敷のこと。ここはあんたはんのような若い人の来るところやおまへん。奥で何ですかね、野球券でもやってんのかな。聞きます。何を聞きますか。お座敷のこと。うちは一元さんのお客さんはご遠慮してもろうとおんのどす。
どなたさんかの紹介やったらよろしいんですけど、違うね、小木具が呼んだから来たのにさ、一元さんとかそういう話じゃないんだよ。調べます。何を調べますか？あたり。キャサリンがやってきました。あら、やっぱりここにいたのね。おいでやす、キャサリンさん。こちらお知り合いどすの？失礼しました。キャサリンアイコンを選びます。こういうお店は初めての人は断られるのよ。私は前に来たことがあるから、おかみさんに頼んでみるわ。キャサリンが頼むと、おかみは小菊を呼びに行った。あ、来た来た。すいません。せっかく来てもろうたのに、うちお座敷のお呼びかかったんで、実は静江先生のことでお話ししたいのでお電話したんどす。どうしたどうした？小菊ちゃん、ちょっと久しぶりだよね。聞く。誰に聞きますか？小菊。何を聞きますか？静江のこと。美濃屋行って、うちのお母さんに言うてください。静江先生、美濃屋にいたはります。え、美濃屋にいるの？とにかく静江先生に会うてください。ほな、うち、失礼します。静江さんに会えるわ。早く美濃屋へ行きましょう。小菊ちゃんもなんか言うだけ言うていなくなっちゃったね。誰かみたいだね。移動します。どこへ行きますか？美濃屋。美濃屋です。聞きます。誰に聞きますか？おかみ。何を聞きますか？静江のこと。はぁ、やっぱり静江派のことどうしたか。ちょっと待っておくれやす。あー、いたいた。どうも、ご心配かけました。私、怖くなって逃げ出したんです。自分が疑われているのが怖くて。小春さんたちがここにいれば安全だと言ってくれたので、ここにかくまってもらっていたんです。聞く。誰に聞きますか？静江。何を聞きますか？静江のこと。私まだ疑われているのでしょうか？隠れちゃうから疑われちゃうんでしょ？あなた。静江さんはもう少し隠れていた方がいいと思うわ。大丈夫よ。もうすぐ犯人がはっきりするからしばらくの辛抱よ。じゃあ移動します。どこへ行きますか？自分の部屋。自分の部屋です。じゃあまた考えよう。秋野は事件について考えた。静江さんの居所が分かった。あと密室のトリックが解ければ事件は解決だ。ああ、眠た。眠たって何？今日はもう日が暮れてしまいました。また明日、頑張りましょう。はーい。おや、もう朝です。じゃあ早速移動しましょう。どこへ行きますか？カフェドミサ。カフェドミサです。あれ？誰もいないじゃない。キャサリンはいません。あら？秋野さん。キャサリンからメッセージがあるわ。すぐに K ホテルの609号室へ来てちょうだいって。K ホテル。じゃあ移動しますか。移動を。どこへ行きますか？ K ホテル。K ホテルの609号室です。キャサリンがいます。あら？秋野さん、今密室が出来上がったのよ。この襖の奥があのお茶室と同じように密室になってるの。中には掛け金をつけてロックしてあるわ。掛け金ね。調べます。何を調べますか？襖。中から鍵がかかっているので開けられません。あの時は力任せに開けて中に入ったのよね。あなたも同じようにやってみて。秋野は思い切り襖を引き開けた。あの時はこの中に玉美さんが死んでいたのね。一人が中に残り、家元と香織さんは外に出た。そして警察が来るまで10分ほどだから、同じようにあなたもこれから府警本部へ刈谷警部を呼びに行ってほしいの。実はまだトリックは半分しか出来上がってないのよ。
カリア警部を連れてあなたが戻ってくるまでにトリックを完成しておくわ。じゃあ、後でね。キャサリンは襖の奥へ消えた。移動します。どこへ行きますか？府警本部。府警本部です。カリア警部がいます。秋野さん、やはり沢田は京本流の金を使い込んでいたようです。あとは殺人の証拠をつかめれば良いのですが、話します。何を話しますか？まるっとお見通しだ。トリックのこと。秋野はキャサリンが密室トリックを解明したことを話した。そうですか。ではすぐに K ホテルへ行きましょう。 K ホテルの609号室です。キャサリンがいます。さあ、密室トリックは完成したわ。あの日、カリア警部がお茶室を見た時もこれと同じようになっていたはずよ。さあ、考えてみて。ごめん、ちょっとよそ見してた今。考えてみて。聞きます。誰に聞きますか？キャサリン。何を聞きますか？トリック。ではあの事件を振り返ってもう一度初めから考えてみてね。犯人はお茶室の中で珠美さんを殺し、内側から掛け金をかけた。その後犯人はどこから外へ出たのかしら。どこから出たのかしら。襖かな。そうね、それしか考えられないわ。それで襖をどうするのかしら。穴を開ける。その通り、その通り。犯人は襖に穴を開けて外に出た。そしてすぐに上から襖紙を貼ればいいの。あの茶室のものと同じ柄のものがデパートに売っていたわ。それは裏に糊がついていて、裏の紙を剥がすとすぐに貼れるようになってるの。しかし外側は貼れても内側の襖破れたままでしょ。そこがこのトリックの面白いところなんです。なんで急に敬語？珠美さんを探しにお茶室までやってきた家元たち3人は力任せに襖を引き開けて中に入った。すると襖は壁と重なって内側からは襖の穴は見えない。そして家元たちが出て行った後、犯人はお茶室に残り内側の襖を張り直す。そして刈谷警部が現場に着くまでに犯人は襖を張り終えてトリックは完成していた。とするとやはり犯人は沢田。ちょっと待ってください。ちょっと待ってくださいよ。襖には中に3が入っています。3。襖の3は前もって切り取ってあったと思います。これを見てください。そう言うとキャサリンは目の前の襖の襖紙を引き剥がした。なるほど。しかし襖紙もが問題です。持っていたら気づかれるでしょう。内側を貼る襖紙は、ほら、あの時沢田さん華道大会のポスターを持っていたでしょう。ポスターの筒の中に襖紙を隠しておいて、珠美さんを探しに行った時それを持って座敷を出て行った。なるほど、やっぱり沢田の犯行に間違いないようですね。しかし襖に穴を開けるとは。私このトリックをどうしても解いてみようと、この部屋の中で掛け金をかけてみてどうやって抜け出せるかを考えてみたんです。襖とにらめっこしているうちに、なんだかなんだ難しく考えなくても穴を開けちゃえばいいんだと思いついたんです。さあ、京本邸へ行ってお茶室の襖を調べてみましょう。3人は京本邸へ向かった。京本邸の玄関です。早く茶室へ行ってみましょう。移動します。どこへ行きますか？茶室の中。茶室の中へ入りました。では調べます。何を調べますか？襖。
襖には穴を開けた跡や張り替えた様子は見当たりません。何か見つかりましたか？女中がやってきました。ちょっと聞いてみようか。聞く。誰に聞きますか？女中。何を聞きますか？襖。そこの襖なら表具屋に頼んで新しく取り替えてもらいました。沢田さんが事件の後縁起が悪いから変えるようにと言われましたので。なんで証拠消してんだよこいつ。調べる。襖には穴を開けた後や張り替えた様子は見当たりません。移動しようか。移動します。どこへ行きますか？表具屋。表具屋です。主人がいます。なんでしゃろう。聞きます。何を聞きますか？襖。京本さんとこの襖まだ張り替えんと置いてますぜ。そこにあるのがそうですけど。あ、まるっきりもう芯から取り替えたんだ。調べる。何を調べますか？襖。この襖が何か？調べる。何を調べますか？襖。秋野は襖が身を剥がした。中の巣が切り取ってあり、大きく穴が開いていた。やっぱり私の思った通りだわ。いやー、驚きましたね。これで沢田を殺人罪で逮捕できます。どうもご協力ありがとうございました。刈谷警部は府警本部へ戻っていった。これでやっと事件は解決ね。ねえ、少し散歩でもしましょう。どこか静かなところへ。ああ、綺麗だわ。ごめん、ちょっと噛んだ。結局沢田が本当に殺したかったのは玉美さんだけだった。それも使い込みの事実を握られたということだけで。稼働大会をめぐる争いのように見せれば自分に容疑がかからない。沢田はそう考えて綿密に殺人計画を立てた。はじめに愛子さんを殺し、続いて玉美さんを殺す。そうすれば静江さんに容疑がかかる。でも三尾さんに犯行を見られた。三尾さんを殺し、それを静江さんの犯行と見せかけるためにアリバイ工作をして現場に花を生ける細工までした。でもそれが命取りになったのね。花の数から静江さんが現場にいなかったことを証明できたのだから。ともかく静江さんが無事でよかったわ。きっと今度の稼働大会では静江さんの素晴らしい作品を見ることができると思うの。自然な景色の中のこの花にも負けないような。ああ、光がこぼれ落ちてくるようだわ。もうすぐ春ね。はい、ありがとうございました。なんか、ずっと待ってみたんだけど、特にボタンを押しても切り替えも何もないので、ここで終了です。なんか結構、ミシストリックに対して、キャサリンが時間をかけすぎな気がしたけど、もっと早くね、ミシストリックを解いていれば、こんなに被害者が出ることもなかったような気がするんですけどね。はい、では、別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。銀杏でした。